旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は京都の秋、嵐山、嵯峨野の紅葉スポット6選をご紹介していきます。嵐山は京都観光には欠かせない人気スポットです。目の前にそびえる嵐山が見られる渡月橋からの紅葉は特に素晴らしいですよ。この渡月橋は嵐山、嵯峨野巡りの起点でもあります。今回は嵐山から嵯峨野にかけての紅葉スポットのご案内。ただコロナウイルス感染症の関係で各々の観光スポットに影響が出る可能性も。現地に行く前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初に紹介するのは渡月橋。渡月橋は平安時代に架けられたという歴史を誇る長さ155メートルの橋で、嵐山のシンボル的存在です。秋の紅葉シーズンには橋の背景に広がる山が色鮮やかに染まります。屋形船に乗ってみる紅葉も素晴らしいですよ。秋の嵐山は日本紅葉の名所100選にも選ばれ、色鮮やかに染まる山肌はまさに絶景そのものです。渡月橋という名前は平安時代にはすでに存在していたとか。曇りのない夜空を月が橋を渡っていくように見えた様子から渡月橋という名になったそうです。渡月橋周辺の紅葉の見頃は例年11月中旬から11月下旬くらいで、日中はかなり混雑していますので橋の上からの撮影はゆっくりとできません。橋の下流側からがグッドな写真撮影スポットになりますよ。渡月橋より上流は保津川で、下流は桂川と呼び、川の名前の境目にあたるんですね。そして渡月橋の南岸は西京区で、北岸が右京区となり、地域の境目でもあるんです。次にご紹介するのは天龍寺。天龍寺は足利尊氏が後醍醐天皇を弔うために創建した寺院です。室町時代、京都五山では第1位の格付けでした。世界遺産にも登録され、海外の観光客もたくさん訪れる人気のスポットです。天龍寺の紅葉の見頃は11月中旬から12月上旬。昼間はとても混雑していますが、11月中は早朝拝観もあるので、ゆっくり紅葉が見たい方は早朝にどうぞ。約670年前にできた庭園の姿がそのまま残る草原地庭園は、嵐山や小倉山を借景にした庭園で、色づく木々と池の光景が堪能できます。見頃の時期になると緑、黄色、赤色などの様々な色の紅葉が水面に映り込み、とても美しい光景に。境内の小高い丘を登ると、紅葉とともに京都の街並みも一望できる望郷の丘があります。紅葉の隙間からは境内の建物も見え、その後ろ側には京都市内の景色とまさに絶景です。そして大宝城から眺める紅葉もお忘れなく。次にご紹介するのは宝鏡院。宝鏡院は平安時代に建立されたお寺、白河天皇の祈願寺として創建されました。かつては敵同士だった楠木正成の嫡男である楠木正連と、室町幕府2代将軍の足利義昭の墓が仲良く並んでいるのも興味深いですね。秋の紅葉の美しさが素晴らしい嵯峨野でも人気の紅葉名所です。嵐山の紅葉では非常に人気の高いとっておきの場所。素晴らしい紅葉が堪能できるにもかかわらず、混雑度は低めで穴場的なスポットになっています。紅葉の見頃は11月中旬から12月上旬。近年各メディアでも取り上げられる人気の紅葉名所です。昼間は少々混雑しますが、午前中や夕方は比較的空いているようです。宝鏡院の小さな門を抜けると石畳の道が伸びています。紅葉シーズンの石畳の両側は赤、黄色、オレンジなどの多彩な色にあふれ、思わず目を奪われてしまいます。宝鏡院の紅葉ほど様々な色合いのグラデーションが見られる場所はなかなか見つからないでしょう。次にご紹介するのは二尊院。二尊院は渡月橋から歩いて約20分ほどのところにある天台宗のお寺です。
釈迦如来と阿弥陀如来の2体がご本尊になっていることから二尊院という名になったそうです。嵯峨野の紅葉の名所としても有名なお寺で、もみじの馬場と呼ばれる参道に注目です。二尊院の紅葉の見頃は11月中旬から12月上旬、平日の朝は比較的空いているそうです。もみじの馬場と呼ばれる参道が最大の見どころで、参道の左右をもみじが彩っています。二尊院の入り口となる総門、その総門が額縁となって、もみじの馬場の紅葉が絵画のように眺められるんですよ。もみじの馬場の脇に敷き詰められた散り紅葉もとても綺麗です。石段を登った先から見下ろす紅葉も絶景ですので、上がってから振り返ってみるのをお忘れなく。人が映らないもみじの馬場を撮影したい方は開門直後に行きましょう。次にご紹介するのは定寂光寺。定寂光寺は嵯峨野にある日蓮宗のお寺です。小倉百人一首の編纂に関わった歌人藤原定家の山荘があった場所とされています。紅葉の見頃は11月中旬から12月上旬、嵯峨野でも屈指の紅葉の名所です。楓に包まれた石段や仁王門周辺、さらに多宝塔から眺める紅葉と嵯峨野の景色は絶景です。仁王門をくぐった先は石段も人気の絶景ポイント。石段から見下ろす仁王門と紅葉はとても素晴らしいですよ。石段を登った先には本堂があります。小早川秀明の援助により桃山城の客殿を移築したものだとか。石段を登って左に進むと妙見大菩薩を祀る妙見宮があります。最後にご紹介するのは大覚寺。大覚寺は794年の平安京遷都から15年後、嵯峨天皇が嵯峨院という住居を構えたのが始まりです。その嵯峨院がその後に大覚寺になります。時代劇のロケ地としても有名ですね。大覚寺の紅葉の見頃は11月中旬から11月下旬です。紅葉のシーズンには多くの人が訪れるのですが、境内が広いのでさほど混雑は感じません。大沢の池は約1200年前に作られた池で、日本最古の人工池なんですよ。水面に映る紅葉が素晴らしいです。月が綺麗に見えることでも有名、日本最大名月鑑賞池にも数えられています。大沢の池のほとりにはもみじロードと呼ばれる散策路があります。紅葉のトンネルが素晴らしく、人も少なめなのでゆっくりと紅葉が楽しめます。今回は嵐山の紅葉スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。京都の観光名所としても、秋の紅葉名所としても名高い嵐山周辺。紅葉シーズンには朝早く開門するお寺も多いので、静かに紅葉を楽しみたい方は朝からの行動がおすすめです。紅葉が名所になっているお寺や神社のご案内でしたが、その他嵐山には落石社や大河内山荘庭園などの名所も見逃せません。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。